はい、秘密でです。ドリフトドライブやってます。今日はですね、名阪スポーツランドに来ております。はい、奈良県です。今日は3月23日金曜日、違う、木曜日、はい、前々日練習日でございます。週末は D1 ライツ開幕戦、はい、とうとう始まります。僕は神風号をようやく走らせることができることになってですね、はい、なんと 7AG プラス DTI シーケンシャルミッションやりました。ようやくここまでたどり着きました。はい、まあ今回はね、本当にシェイクダウンみたいな感じで、本当にね、この名阪のなんか路面変わったとかいろいろと噂聞くんですけど、まあこんな中でしかも雨で走らすことになっちゃいました。まあでもね、本当にね、一個一個丁寧にね、はい、ステップアップしていきたいと思いますんで、でね、1日どうだろう、5回か6回ぐらい走れるそうなんで、毎回毎回ね、いろんなことをチェックしながら、まあ空気圧だったり、タイヤの大きさだったり、まあ最悪ファイナルだったり、いろいろなものをね、はい、ちょっとテストしながら、明日、明後日、明後日、はい、もう D1 ライツ本番なんで、はい、しっかり結果出したいと思うんで、一生懸命コツコツやっていきたいと思います。相変わらず僕は一人です。寂しいです。まあ今回はね、木曜日何にもなくて、何にもないといいなと思いながら、はい、始まりたいと思います。行ってみましょう。1回目のね、走行15分間だったんですけど、今走りました。で、リアタイヤがね、205-5015、ちょっとね、大きめなサイズです。だからタイヤ太いし少し重いから、まあね、それで回転が合うかなっていう風にちょっと試してやりました。で、したらちょっとね、ストレートっていうかスタートがやっぱりすごい重たいから、ちょっとね、本当に回転数をキープするのが大変なぐらい重たいです。で、ストレートでもう3速入って、そこの状態でまた踏み切ればちょうどいいのかもしれないですけど、実際まだね、路面がなんか張り替えてグリップするだかしないだか、
であとちょっと奥までちょっと走ってみた時にめちゃめちゃツルツル滑るから、まあ、これ攻めるのやめようって言ってて、で攻めてないんですよ。なんでとりあえず1回目のまあ感覚としては205より小さいギアの方が小さいタイヤの方がいいのかなっていう感覚なんで、次195の50、15を1回履いてみて、でそれでエアも同じ状態で走ってみたいと思います。2回目の練習走行終わってですね、195の5015に変更したんですけど、205よりちょっと外径が小さくなる分ね、つながりが良くなったですね。でスタートもまあ、まだ重たいんですけど、205の時よりも全然前に転がるっていう感じなんで、まあ、205はないかなっていう判断できると思います。で今回205の5015と195の5015っていうもので今走ったわけなんですけど、エアを 3.5 スタートで行ったんですよ。で同じくで行ったんですけど、で今回3回目にはですね、エア1回ちょっとガツンと下げてみようかなと思います。だから 3.5 でスタートして、で温まって帰ってきたら4キロぐらいだったんですよ。なんでそれをまあ1キロぐらいがっつり減らして 2.5 スタート行ってみてですね、どういう感じか。でまあ、それでグリップがありすぎちゃってもう、ね、乗れないっていう話であれば、またちょっとねその 3.5 からの間で、まあ、決め打ちで3キロだったりとかやってみて、いいところを選びたいなっていう感じですね。で雨の量がどんどんねやっぱり変わってくるんですよ。さっきはね、そんなにこうワイパー使わなくてもいいぐらいの、雨だったんで、どんどんねコンディション良くなったんですよ。だから1本目と2本目で多分路面のグリップが全然変わったから、いろんなところでこうちゃんとした比較になってないですけど、まあ、とりあえず今はねまた降ってきたんですよ。なのでさっきの 3.5 スタートから 2.5 スタート見てみたいと思います。柴田屋さんにいろいろとお世話になってですね、もちろんタイヤはね、はい、使わせてもらってるんですけど、テント、はい、柴田屋テント、はい、これねすごくね派手でいいんですよ、かっこいいし。で今回ねニューアイテムがね届きました。それがこいつです。
これね、新品だから、あのこれがね、完成するとこれになります。はい、ボックスですね。はい、チーム柴田ボックス、これちゃんと蓋があるんですよね。はい、でこれでまあね、あーじゃあなんか失敗だこれを失敗だ、これがこうだね。はい、こんな感じ でしかもね、これねめっちゃグリップするんですよ、これがあるから。はい、だからね、ギュギュッとこうめっちゃグリップが高いです。でこれはね、あの大きさがいろいろあるんですよね。はい、こちらもあるんですよ、ちっちゃいの。はい、こちらが一番ちっちゃいのかな。でこれが中くらいで、これが、これが一番でかいのかな。はい、これ一緒か、こんな感じか。はい、大きいのからで、これが中くらいなんだな。はい、こんな感じで大中小のボックスが、はい、とっても使いやすくて、はい、かっちょいいんではないですか。はい、いろんなロゴ入ってね。はい、もう今日はね雨だからスペアのシューズまで持ってきました。はい、今回はね相変わらず木曜日練習は俺一人なんで、いろいろ大変ですよ。まあね、今ね3回走ったんですけど、まあ午前終わって午後からどうだろうな、天気変わるんかな、まあ変わらないかもしれないですけど、とりあえずね、まあ午前中205の5015行って、で195の5015行って、でエアをちょっと下げた195-5015行きました。でね、どんどんねやっぱりね、角度つけたくなるんですよね、やっぱり車速上がるから。というとまだね当たってるね、内側にちょっとね、フロントがちょっと当たってるからこそ、ちょっとハーフスピンみたいな、じっくり見た方がいいな。前までそういうのなかったんだけど、ちょっと今アライメント変わってるかもしれないんで、ちょっと見てみます。まあ昼休憩なんでね、はい、じっくりやってます。おい、練習日終了です。結局午前中3回午後3回、はい、走りました。ねやっぱりね、路面が変わったっていうことで、すごくあのグリップあるところとグリップないところで違うんですね。はい、それがね、思いっきりの本当にあの車のセットが出てない車はね、乗りにくかったかなっていう感じですね。なんでまあ僕の場合はもうタイヤの外気が決まったんで、あとは本当にあの走る場所、まあ、アウトゾーンが今日ねないんで、どこまで使ってもいいのかななんて分かんないんで、だから今日は本当にこんなもんかなみたいな感じで、角度どんだけつくかなとか、そういう感じでまあ調整してました。はい、でタイヤもね、あの2種類ぐらい使ったんですけど、やっぱりね、280が使いやすかったですね。はい、ね、やっぱり縦グリップ横グリップのバランスがねとってもいい。はい、だからその辺やっぱりいいなって。で本番はやっぱりフロントもリアも280番で、はい、行きたいと思います。はい、まあね、今回ねケツをねちょっとちょりったんで、はい、リフューザーがね傷ついちゃったんですけど、はい、綺麗な状態で走れなくなっちゃったなーっていうね。まあまあまあ、とりあえずリフューザーは直せば使えるんで、一回ね、はい、それはあの鎌倉自動車マンですね、社長にね頼んで直してもらいます。はい、でまあ金曜日はね、午前中が2走行練習会で僕は走れないです。はい、で帰りしてるよ、後半の、まあ、昼からのまあ公式練習、うん、で土曜日レイアウトと日曜日で会うと、はい、それを走りたいなというふうに思ってます。
で、まあ、多分雨だったらこのままなんですけど、晴れになるとまたないんじゃなっていうね、はい、その辺がね、やっぱりね、NA のね、辛いとこっすね、本当に。その辺はね、本当に分かって出てるんでね、しゃあないですね。で、まあ、やれることはやりますんで、はい、皆さん応援してください。頑張ります。今日は以上です。よろしく。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ありがとうございました。以上に、バイバイ。